からあれか、油少ない順に焼いた方がいいか。うわすごい、うわやっぱ油の量すごい。へぇ、これは結構いい絵になってるはず。すごいな、これなんか結構 B 級グルメだね。うん、うまい。あ、これうまい。ミスってるみたいな。さっきは入れたら怒られる。なーれ、じゃあ北見ポンチ和牛。おー、北見の、すごい、すごい、サーロインとリブロースと、カルビ、カルビだけちょっと細かくなってます。これどこで買えるんですか？これは小西精肉店です。へー、小西さんで。じゃあこりゃしたらあれか、油少ない順に焼いた方がいいか。サーロイン、サーロインか、うん、サーロインロースカルビ。なるほど。焼くも焼いていいの？はい、お願いします。これなんか全部焼くのもね。そうですね、カルビがもう切ってあるんだ。はい、貝印さんのハサミなんですよね。それね、よっしゃ。おー、すごい、めっちゃスパッと切れましたね。あ、めっちゃいい音。いいね。これは、あ、それさっき牛脂だ。牛脂ですね。もういいぐらいだよね。もういいぐらい。わー、おー、すげえ。よっしゃ、切りますよ。これ黒瀬のスパイスいいと思うよ。ああ、スパイスで炒めますか。喜びか、うん、パランといく感じですね。はいはい、はい、はい、もうね、早く食べた方がいいよ。ベストな感じ、うん、今ベスト。いただきます。お、じゃあ、いや僕あれはたまり醤油ですよ。たまり醤油でいいよ。うん、うん、どうですか。お、よく食レポである溶けてなくなるってやつあるじゃないですか、うん、まさにあれだわ。なかなかこういう肉食べれない。お、サーロインでこれはやばいね。うん、サーロインじゃなかったんじゃないですか。サーロインになってるよね。サーロインですね。いいですね。もうこれロースいったらもっともっとじゃん。だから40過ぎると油受け付けなくなるんですけど、うん、はい、結構多分すごい上質だからさっぱり食べれちゃう。なるほど、うん、油多めなのに、うんうん、いっちゃうよ。はい、これなんだっけ、リブロース。でもほんと結構後味さっぱりしてるかも、油が。いい肉だね。めっちゃいいっすね。ちょっと炭で落とすか。多分パンだと油が落ちない。うん。でもいいっすよね。うん。すごい脂。うん。いや、これうまそうだな。もう構えてる。おっと、すごい、いい感じですね、めっちゃ。うん、いいよ。肉の焼き加減にうるさい音が。あの、どんどん焼いていくやつとか本当イラッとする。めっちゃ煙がなかなかのほういってます。なかなかこれスパイスうまいっすね。スルーしよう。完全にスルーする。いい男は。そこで拾うんだ。うわすごい。おお、油の量すごい。これは結構いい絵になってるはず。熱っ熱っ。
熱っ。今でも結構マックスだと思うよ。こだわりの店主のなっちゃらみたいな。はい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 。いただきます。もう完璧完璧今。今完璧だよ。いい感じでしょ。うん、ま。俺はね、黒瀬のスパイスを使いたいと思います。ちょっと肉の弾力っていうか、なんか噛み応えあって。これあれだな。アップしたら。スタッフに嫌われそうだ。毎度ですけど、またもしかしたら低評価をしてんのスタッフかもしれない。意外と身近な人だとかって思うね。まあありえますよね。うん、こんないい肉って。そうですか。いや本当そうです。ちょっと見たことないもんこんな肉。やっぱりね、あのなんつうかこう地域の良さをアピールしたい。うん、全世界に。うん、はい。はい。できてるかなって思っちゃう。売ってるのって知らないですよ、多分。そうですね、なかなか。あとね、カルビはね、これもうすでに切ってもくれてるんで、うん、この辺が。これはもう各自で、はい、ちょっと遠目に置いとくんで、はい、育ててくださいと。うん、各自の育成基準で、はい。ね、美味しいよね。なんかやっぱ和風ですよね。うん、そうだよね。サーロインとリブロースどう違う？いや、サーロインでもね、正直、はい、カルビ以上の脂が乗ってる。そんな感じしましたね。ロースなんて肉、これ肉みたいな。それぐらい脂が乗ってる。だから多分カルビはほとんど脂だよね。うん、安い牛ホルモンとか食べると1人前でやられちゃうんですよ、40代は。ああもうこれだったらね、結構食えるよね。いけますね、本当に。質がいいよね。そういうことなんですよね、きっと。うん、これとかも秒だと思う。だって下手したら生で食べれるよ、多分。ちょっと食べれる。牛だしね。うん、どうですか、カルビは。ほぼ油。でも、個体じゃないみたいな。食べれる、食べれる。40代でも食べれる。なるほど。ほとんど液体みたいな。今、炭がね、ちょうどいい。うん。ね、うん、美味しいよね。緊縮感は。仕事です。仕事です。顔真っ赤ですけど。でも、油が美味しいですね。本当に、そう思いますね。ホルモンとかのもたれる油じゃなくて、うん、なんか缶詰の時よりだいぶ一生懸命食レポしてますよね。しかもこっちカメラこっちしかない。喋ってるけどピースサインしか出てない。甘ないカメラとかしてますね。なかなかこう焼肉の街なんですけど、北見の肉ってあんまり食べる機会って。確かに、ね、北見さんの肉を食べる。じゃあなんかいい肉にこの黒瀬のスライスをちょっとつけると、うん、よりちょっと味がついて美味しくなる、うん、気が。あ、なんか黒瀬のスパイス一番美味しく食べれた感じ。あ、うん、相性がいいです。相性がいい。で結構見た目カラフルですけど、意外とそんなにガツガツ前に出てくる感じでもないというか。そうなんです、結構そんな感じのイメージですけど、うんうん、鶏にしが結構こう乗せる感じの味、はい、なんかもうカレーは全部カレー味みたいになっちゃうみたいな。クロスはそのクロスは確かに和風なんで、うん、控えめなんです。すごい控えめな味で、いやすごいね。まあ俺はクレイジーソルトの方好きだけどね。いやそれ言っちゃダメだよ。塩でおめえは塩で食え。まあこれでちょっとまあ北見の地元の。いや美味しかった。改めてもう請求書が怖い。北見ポンチバギュの紹介です。ラストのちょっと北見の、はい、これはちょっと僕おすすめなんで、おぜひちょっと持っていただいて、お
腹がいっぱいだよ。でも入ります。はい、はいはいはい。下に味覚園、あ、まあ味覚園さんですね。味覚園さんの豚ジンギスカンと、津村製麺所さんが作ってるうどんをミックスして、ぐる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 。最初から混ぜちゃう。混ぜちゃう。うどんね、俺今パッと見、はい、細さがちょうどいいと思う。うん。太いやつもあるんですよ、うんうん、津村さんが出してる。ただこっちの方が辛みがこう、うん、キス感だけど豚なんですよ。おー、豚のゾンビスあんまりないんですかね。ラムキス感といえばやっぱラムですね。まあ、キムラム、うん、うん、味付けもいいんですよね。子供のあれと一緒ザ・ご当地グルメって感じですか、うん、あ、確かに、うん、もうそれにただ開けてどっちもあ、もうあれですか、一緒にぶっこんじゃっていいぐらいの感じ。僕はもう一緒にぶっこんじゃってもらいたいです。このまま入れちゃって、はい、うん、最初からもううどんありきでいっちゃって。でも、ね、北見以外の人だったらちょっと伝わんないかもしれないですけど、味覚園さんって言ったらもう、いやすごい、もう超有名と言いますか、うん、いや、さっきのありますよ、ありますよ、ね、でもあのさっきの話逆だけど、味覚園が北見だっていうことを知らないと思う、札幌の人も。普通に札幌にあるから札幌の会社だと思ってるかもしれないですね、うんうん、それか全国チェーンだと思ってるとか、うん、っていう感じくらい浸透してる。じゃ浸透してる、うん、そっか、北見から行ってるから味覚園イコール、まあ、北見の企業だと思って、うんうん、でこの津村製麺もう逆か、北見の人が北見の会社だってあんまり知らない、うん、ああ、うん、好きな人すごい好きですよね。好きですね。ラーメンもやってますね。製麺所さんに併設してるランチできる場所か、そこも結構人気なんですよ、うん、キャンプやるなら結構 楽というか、肉焼くのもいいんですけど、結構お肉ばっかりだし、まあ、これも肉なんですけど、ちょっと一つのバリエーションを増やすっていうのは楽なんですけど、確かにそうですよね。あと子供が好きなのがいい。あ、こういううどんとか味ついてて麺系でっていうのは、だいたい子供が好きで、子供が食べてくれて、子供がお腹いっぱいになると静かになる。おお、酔うと饒舌。こんないとダメ。いやでもね、たまに言ってないでしょ。中村さん、酔うと面白くなるよ。逆を返せばすよ、それ、ね、同じことっすよ。なんか俺がディスってるみたいな。さっきは入れたら怒られる。入れないと怒られる。もう一回飲み比べします、中村さん。中村さんだけね。だけ。こういうことですか。そうです。そろそろ入れてもいいですか。もやしも行った方がいいですか。もやしも。あ、そうですね。もやしもちょっと嬉しい。このまま入れていいですか。はい。なるほどね。最初からうどんぶち込むんだ。一応小西さんでも。カレー買ってきたんですよ。これも多分小西さんで作ってるんですよね。うん、作ってる。いや、これキンキンになったらタレ入れて。これあれっすね、北見さんの玉ねぎでよかったっすね。そしたら完全北見でできたっす ね。玉ねぎないのかな、どうかと思う。あ、玉ねぎだった。玉ねぎはちなみに、あ、もう今遅いっすね。今、そうだね。玉ねぎないのどうかしら。ミスったな。そういうとこだぞ。もらったんですか。なんかくれた。なんかくれたって、なんかこれなんですか。なんか営業の人がノベルティーで持ってきた。そんなの作んないとダメとかないですか。わかんない。いや、もらっただけだからね。あの、口をくれます。ロウリュウじゃないんだから。熱波、熱波、熱波師。あ、いい感じかな。
肉が焼けすぎちゃうかもね、うん、最初からでもうどんが入ってるね。ちょっと新しい食べ方だからな。うどんがボソボソじゃなければもう OK なんじゃないですかね。もやしはシャキシャキでも全然いいと思うから、うん、もうちょっと火入って、うん、タレ入れてジューってなったら OK みたいな。あ、中村さんが火を眺める動画30分絶対いらないでしょ。バズるかもよ。いいな、見ちゃうな多分。寝る前とか、うん、中村さんと一緒に火見ながら寝ちゃう寝ちゃいたいかもしれない。酔ってる中村さんね、うん、どういうタイミングかビクってなるのか。そこそこコメント欄で教えてほしいです。次来る次来る。そう君のライン最終でたまにあります。たまにというかありますよね、結構再生回数夜。あーいいねそれで認知されてればね、うん、あれいいかも言っちゃっても。そう感じます ね蒸気が出てきた出てきたね。すごいなこれ、なんか結構 B 級グルメだね、うん、いい感じの。おっと過去のバーテンダー経験あるとかないのか知らん知らんけど。わなんかわかんないけど、ね、エビスコ思い出した。エビスコラムのラムのラムシャブの、うん、あれも結構北見、ね、ご当地グルメと。ご当地グルメ、うん、俺的にはご当地グルメ。僕もそう札幌ラムシャブってあるの？あんまりないんじゃない？ないですね、うん、まあジンギスカンはね、ラムとかマトンとかね、うん、まあそうですね、うん、じゃあつまんでみるかい？ですね。ねえ北栄さん一押しのご当地グルメを。僕個人的にですね。やばい、いただきます。上村さんのいただきます。おいしい。あ、うまいわ。うん、うまそう。いや、美味しいこれ。あ、タレも美味しいのかな、うん、なんか。タレ美味しいね。なんか醤油ベースなんだと思うと、うんうん、生姜が効いてる。うん。うん、うまい。あ、これうまい。肉と一緒に食べるんだ、うん、なんかいわゆるジンギスカンの残りにうどん入れたのと全然違う、うん、ちょっとまた、うん、ちゃんとうどんがメインになってる。美味しいわこれ。うどんこしあんのいいっすね。うん、めっちゃうまい。なんか麺もね、太すぎないのもいいと思う。うん、うん、うん、ほんま美味しい。あよかったですね、端のコテージでね。スルーされた。今の難しいですよ、多分。難易度高めですね。やまびこでかけていくとかあるかもしれないけど。おいしい。そうですね、やまびこじゃないかい。乗ってかないと。ちょっと危険だと判断したんですか。事故ったな。事故ったっすよ。まあ事故ります。美味しい。どうですか。うん、絶対子供に喜ぶ。ね。これは喜ぶと思う。坂口精肉店さんと田村製麺さんのコラボですね。勝手にコラボ。最高です。うん。美味しい。そうです。北栄の磯川おすすめの。大津キャンプ飯でした。さすが。さすが。かっこいい。ありがとうございました。はい、OK です。